今回は、宿長伏黒を乗っ取るって予想できた人いる？に対する読者の反応を紹介していきます。伏黒に何かをやらせるつもりだって予想はたくさん見たけど、伏黒自身に受肉するって予想は自分の見える範囲ではなかった。自分は虎杖以外だと受肉できないと思ってたからな。あんだけ宿儺の器は特別と繰り返し何度も言っといて、伏黒で受肉できますは予想できるわけない。大前提をひっくり返してる。受肉じゃなくて乗っ取りだしな。虎杖は虎杖という主人格が残ってるから特別だというなら間違いでもないし、ちょっとアンフェアだと感じちゃうな自分は。器として特別だってのはあくまで呪術高専側視点なだけで、宿儺にとっては厄介な檻に過ぎんから、そりゃ出ていけるなら出ていきたいに決まってるという考えが今週まで完全に抜けてたわ。方法があるなんて思わんからな。虎杖は千年生まれなかった逸材だの、宿儺は強すぎ敵を選ぶだの散々言われたきたから。はい、ですから毒耐性のある虎杖の指をちぎって作った呪物を媒介にしたんですね。昔から扉絵とかで匂わせはしてたんだよな。宿儺の指に耐えられる器なんてそうそうないと思うじゃん。ほとんどの読者は伏黒に受肉させたら死ぬと思ってたはず。虎杖は特別性だから受肉に耐えれたんじゃないんかいってなってる。今思えば伏黒が宿儺の言うことなんて聞くわけないから納得なんだけど、わかるか。実は虎杖以外は受肉できないってファンブックにもないしな。ファンブックには呪霊では器足りえませんってある役に人間は誰でもいけたんだなって納得ではある。虎杖のすごいところは抑え込めるところだったんだな。伏黒にあの模様が出たらかっこいいなみたいな考察とも呼べない想像だけならしてた。でも指食べたら死ぬからないと思ってたわ。考えたことはあるけどありえないと思ってたわ。伏黒死ぬだろうし誰も止められなくなるから、実質伏黒死んでるようなもんだろ。もう首のもげたトンボよ。受肉できないとは言ってないけど猛毒に耐えれると思わんよ。伏黒特級呪物だぞ。猛毒だ確実に死ぬだが、万が一万が一最悪だ最悪の万が一が出た、特級呪物が受肉しやがった。伏黒は宿儺だからってより特級呪物だから猛毒で死ぬし、受肉は基本的に不可能だと考えてる。でもクソウズも特級呪物だけど一般人で受肉できてるし、このセリフ自体が伏黒の勘違いだな。虎杖強化案で割と高頻度に毒耐性を活用してはって出てたので、あれ見て敵が活用すんのかよってなった。宿儺の指じゃなく虎杖の指だから、虎杖の特性毒耐性を付与された呪物になってるってことでしょ多分あれ。そういう宿儺の模様出てる伏黒の虹絵を描いたことはある。本誌でやられるとは思ってなかった。よく考えてみたら賢者の発言は我ながらさすがというべきか。宿儺の器タフだねで、別に自分が宿儺の器として調整したと明言したわけじゃないんだよね。丈夫な幸運だなぁ的な感情でもこのセリフは成り立つ。あれは別に目的があるわけじゃない的な発言もあったし、宿儺の指を飲もうとする人間なんて今までいなかっただろうから、本当に虎杖だけが特別なのかも実際不明だし、特に役割はないって言ってたし、賢者からしても受肉はイレギュラーなんだろうな。そもそも百葉箱に入ってるからって虎杖が食べるとは限らないしね。器ってのは抑え込めるやつだしな。楽に賢者は器に収めてて何かしたかったのかもしれんし、いや器は抑え込めるやつなんて定義はないはず。受肉型の映写は無意天変で器としての強度を得てるけど、普通に魂殺されて沈められてるもの。伏黒のフィギュアに宿儺の顔パーツついてきたから、将来伏黒に受肉する伏線ではと思ったけど、普通は受肉できずに猛毒で死ぬと思ってたから予想からは外してた。1話で宿儺の受肉を最悪の万が一が出たと伏黒が言ってたから、伏黒は受肉できずに死ぬだけだろうと。乗っ取るにしても伏黒の領域が完成式神コンプしたらだと思ってた。後は宿儺がやってくれるんか。あと勘違いが起きてそうなのは虎杖の毒耐性かな。虎杖は宿儺の器になったことで毒に耐性があるので平気でした。ファンブックではこうだし、もともと虎杖には毒耐性はないと思う。宿儺に虫呼ばわりされた呪霊あたりでも指取り込んでパワーアップはできたわけだし、宿儺の指を取り込もうとして自滅したやつの方が描写としては少ないというかないんだよな。虎杖を通したから受肉できたんじゃと思ってるわ。ろ過装置みたいな感じ、あるいは特別性の虎杖の肉体の指を触媒にしたから伏黒で受肉できたのかなって。自分も伏黒のあのセリフでまさか虎杖以外で受肉可能とは思わなかった。確かに呪物が受肉に失敗したケースって描写ないよね。血塗りなんてあの状況で真人が見えない才能霊の一般人だしな。前例で指食って爆散したのは宿儺が拒否してるからかな。というか宿儺が伏黒を気に入ってた理由が、そもそもこいつ器としてめっちゃいいじゃんだったからじゃないん。伏
伏黒がたまたま虎杖以上の適合者だった可能性の方が大きいだろ。死滅回遊のプレイヤーだってできてるから考えてみたら当たり前すぎる。なのになんか盲点になってたわ。ここら辺すごいうまいよね。誰でも良いなら適当な死刑囚に一本食わせて五条が消し飛ばせば処理できちまうから、やっぱ虎杖が特別なんだと思うよ。伏黒を器にできたのは何か道のからくりがあるんだろう。すでに本編で言われてたら申し訳ないんだけど、術式持ちの人間に受肉した場合って受肉された人間の術式と受肉した側の術式は両方使えるの？虎杖の小指だから虎杖の体質で毒が中和されたんじゃない？なるほど、虎杖の小指というのがミソなのかも。虎杖経由したからセーフか。もともと受肉自体は誰でもいけるか、どっちでも納得。まあ宿儺の指を食べるなんてイカれてるからな、誰も試してなさそう。誰でもいけるなら虎杖に指全部食わせてから処刑しようぜとか通らんのじゃないか。リスク高いだけで何の意味もないし、誰でも指食わせたら単に宿儺復活するだけだからやらないんでしょ。肉体の体勢と自我が保てるかは別の話だぞ。だから伏黒が耐えられたのも奇跡。猛毒だぞ、死ぬぞ。肉体の体勢がない人は死ぬの人みたいに容姿が完全に変わるということか。受肉させればその指は消せる。それが今までできなかったのは耐える気がなかったから。今回伏黒が無事だったのはたまたま15本分の指の毒に耐えられる体勢があったから。七巻ナレーション、虎杖有事は猛毒呪いの応用面、宿儺の器ゆえにあらゆる毒に耐性があるファンブック。虎杖は宿儺の器になったことで毒に耐性があるので平気でした。うん、指が猛毒かは微妙、宿儺自体は猛毒かも。少なくとも虎杖と違って完全に主導権宿儺が握ってるっぽいのに、なんで虎杖と同じように見てるんだ。伏黒はどう見ても耐えれてないだろ。なんつうか五条、賢者、天元あたりがみんな宿儺の器って呼んでた。上に他のキャラもその前提で話進めてるから予想とか不可能だった。宿儺の指を食うと死ぬ、万一死なないと宿儺になる、これが死ぬより最悪のケースとは最初に言ってるからな。まあどうせ宿儺側に実は選択権ありますとか出てくるっしょ。虐殺大好きなのに千年もなんで寝てたん？という謎は残るが、人が増えるのでも待ってた？ S 指を取り込んだ上で宿儺を出さずに自我を保てる。 A 指取り込んで宿儺になる。 B 受肉できずに死ぬ。指も消えずに残る。虎杖は S として作られた。伏黒は今回 A の挙動ができた。伏黒の才能か宿儺側の調整かはまだ不明だろ？ A を探すのだって普通は大変、万が一の最悪なんだぞ。そこに S が現れたから始まった物語なの。忘れて始末するだけなら囚人でいいとか、その辺のモブでいいとかのもんでもないだろ。まあさすがに次回説明されるでしょ。猛毒で死ぬ前に宿儺が反転術式で直してるんじゃね。しかしこうなると逆にここまで簡単に移せるのに、なんでこのタイミングで？という疑問が浮かび上がる。一計画で身体の主導権を得るに、自分の指をちぎり呪物にする。ここは掛け算、伏黒に指を食わせる。たったこれだけなら計画結んだ後から今日までの間にいくらでもチャンス作れたと思うが、宿儺の計画的には今がベストと踏んだわけで、伏黒に移ることによるデメリットもあったんでは？わかりやすいので言えば、単純に肉体が脆い、これは反転でカバーできるが、ある程度指が揃って五条も封印されてて戦力もばらけてるから今が一番いいタイミングにも思える。それだけだと乙骨たちと別れてコロニーに入って合流してからすぐにしてもいいんだよな。だから天使と打点の話が鍵かなと。死滅回遊参加中だから 100P で離脱できる。結界を行き来できるというルールが追加されたことで離脱できると踏んで入ったのかも。